大谷と山川が当てにならないと証明する。大谷翔平の画数、やばかった。姓名判断って当てにならんな。家庭運だけすごくて草。家庭でバフないしね。大凶の大凶感好き。占いなんて嘘だらけ。親ガチャ SSS のバフが全て上書きしたんやろ。母親は仕送りするなと言ってパート勤めしてるという話。家庭運最高やん。長男の名前決めるときにめちゃめちゃ悩んだけど、遊びで大谷の名前入れたらこれだからもういいやってなった。姓名判断とかいう何の意味もないんだけど、実際子供の名前を考えるときになぜかやっちゃう謎のまじない。大谷は実力ありすぎてこれでも運が悪いのかもしれん。怪我もしてるし、運が良かったら4割80本打ってるよ。デバフかかってあの成績なんか。名字が大凶なのどうしようもないだろう。なんか名字はあんまり本人の運勢には関わらないみたいな言い訳が書いてあったわ。判断材料の一つに過ぎないんだから別に見てもええやん。結果良い名前なら。ちな、山川穂高の画数。姓名判断、やはり無能だった。これは無能確定。これには書いてないけど金運やばそう。画数とか見ない親ってのが分かって好印象だわ。逆に山川の親はすげえ気にしてそう。山川家庭運だけ悪いの草。実力で運命を克服したにゃ。山川穂高、ソフトバンク移籍決定で木高込4年16億円。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。